皆様こんにちは。ちょうどニュースでですね、今選挙中でありますけど、この動画が出る頃には選挙は終わって、いると思いますけど、麻生元総理ですね、前、大臣ですけど、財務大臣、地球温暖化でですね、北海道の米が美味しくなっているというふうにですね、北海道出身の方は多くの方がそう思ってるというふうに北海道の方はおっしゃってましたけど、長く住んでる方ですね、そういう極めて事実に近いことをですね、言うとまたバッシングを受けているというですね、本当に麻生さんは言葉でバッシングをですね、されやすい、タイプの方でありますけど、メディアはですね、そういうタイプだからこそ叩きやすくて、標的にしてるんでしょうけど、言ってることは全然、的外れではないということでですね、またメディアが悪いレッテルを貼るために叩いてるなというんで、苦々しく腹立たしく見ているところであります。私は無所属の議員ですんで、自民党に肩入れをする立場の人間ではないですけど、こういう若げたレッテルを貼ってですね、貶めるということには強く怒りを感じております。で、この温暖化というものですね、今一度考えなきゃいけない話であります。まず温暖化でですね、もういろんなものが破壊をされていくというようなことが言われていますけど、一方で環境が地球全体でですね、変化をする部分はもちろんありますけど、麻生さんが言っていた分かりやすい点のようにですね、今まで寒くてですね、耕作にあまり不適当、適当じゃなかったところが耕すように、そこでですね、いいものが作れるようにですね、なるというようなこともですね、世界中で起きているということも同時にあることがですね、まず知っておくべきだというふうに思います。冒頭に言いましたけど、北海道というのはですね、もともとお米をもうずっと前から作ってはいるんですけど、やはり温暖化って騒がれる前のですね、頃よりも今の方がですね、品種改良というのももちろんありますけど、気候が少し暖かくなってですね、お米を作るための適切な温度にですね、近づいてきて、それで味が上がったというようなことはですね、あるというふうに言われています。それをですね、いいことなのか悪いことなのか価値判断をするのは難しいとは思いますけど、そういうふうに耕作が適当なところが北限がですね、上がってくると、逆に南側の方ではですね、なかなかこれだけ暑いとこの作物はもう作れなくなるとかいうのはですね、その暑すぎて作れないというその基準のところが上がってくるわけですね。だからそういう面ではですね、農業漁業等ですね、変化があるのはあるんでしょうけど、一概にいいとか悪いとかいうことはできないというふうに考えるべきだと思います。漁業でもですね、昔はこの辺りで、この魚がたくさん取れたのに今取れなくなったというのをですね、それだけ見ると温暖化で困りましたねという話になりますけど、それいなくなったんじゃなくて、その温度が変わったんでですね、別のところに移動してそこで大量に繁殖してるだけでですね、そっちに行けばそれは取れると。でそれは自分の国の
領海内かですね、また別の国の領海内に移っちゃったのかっていうのは、国ごとによって、まあ、利益を得るところもあれば不利益のところもあるわけですけど、それはまあいろんな分野でですね、そうしたことがあるんだというふうに思います。まあ、北の方ではですね、冬に港が凍って使えないようなところが多くあります。まあ、特にロシアなどはですね、太平洋側では凍らない港、不凍港っていうんですけど、凍らない港っていう意味のですね、不凍港を求めて、まあ今までですね、いろんなところで戦いをしてきたところもありました。冬も凍らないというのは大変重要なことでですね、まあ民間の船はもちろん軍の船がですね、自由に行き来できるというようなことに使いたいということですけど、そうした港が、まあ、温暖化というのが進むとですね、まあ、増えるわけですよね。で、まあそれで、今まで、冬は使えなかったところが使えるようになりましたというのはですね、まあ、出てくるわけですけど、まあ、そうしたことはですね、まあ、ほとんど表立って報じられるということはないわけですね。まあ、それはメディアとかですね、政治家が喜んで使う、または社会に植え付けたい温暖化というのは悪であって困ることであって、阻止しなきゃいけないことだという、そのストーリーに合わないんでですね、今まで凍ってた港が使えるようになって助かってますっていう、そのロシアとかですね、ノルウェーとかですね、スウェーデンとか、そういう国々の港で働いている人、民間軍人問わずいいんですけど、そういう人たちにインタビューしたりというのはですね、分かり間違ってもないですね。で、まあ、分かりやすい例を挙げるとそういうことですけど、 いっぱいそういうのあるんですよね。温暖化で湖が干上がっちゃったとかですね、いう話で、中央アジアの国のですね、湖に干上がっているところとかよく映すんですけど、じゃあ水どこ行ったんでしょうね。水の総量というのは地球上ではそう変わらないものですので、そこからどっか行っちゃったのはですね、魔法のように消えたわけじゃないんですね。どっかに移って存在してるわけですね。で、ずっと雲として存在し続けるわけではないので、まあ一定期間経つと、まあ何らかのきっかけで地上にですね、降ってくるわけですね。その降ってきたものが、まあどっかに溜まったり川に流れたりするわけですけど、そうしたところがですね、今までと、まあ流れとか溜まる場所が変わったというだけで、あってですね、まあそれに伴う混乱や、まあそこで、長年なりわいにしてきたことが成り立たなくなるということで、困る人たちがいるというのは事実だと思います。一方でそういう流れが変わったことでですね、新たに、まあ、さっき言ってたですね、この乾燥でですね、全く耕作ができないような地域に雨が定期的に降るようになってですね、そこで畑ができるようになったりとかですね、そういうような場所は新しく生まれて、います。新しく生まれてるんですけど、それもですね、さっきと同じ話で、報道はされないと。いつもメディアに映るのはですね、温暖化で湖が干上がって、船がその干上がった湖のところでですね、もう水がないですから浮いてられないんでですね、横になって転がって、錆びた船の底がですね、あらわになっていると。非常に荒涼とした昔港だったところのですね、風景を映して、まあ、どっかの SF 映画のですね、乾燥したどっかの荒れたところのですね、風景を映しているような、そんな感じのですね、映像が出るというのが、まあ
こういう温暖化論が好きな政治やメディアが大好きなですね、切り取り方なわけです。